1番が xy+2x-3y-10=0 を満たす自然数 x、 自然数ちゃうわ、間違えた、整数やわ、ごめん、整数ね、下が自然数やな、これな、整数 xy の組を全て求めましょうと言われております。もうこんなもん、この式出てきたら因数分解しろってことでしょ。まずほな x でまとめましょうか。 x=y+2 やね。で、次のやつ、-3y から始まっとうから、当然、-3括弧にすんねんけど、ここの部分を絶対に y+2 になるように、ここ合わせんねんで。な。ってことは、この -10 のとこやけどさ、これをすることによって、これな、-3括弧 y+2 な。これつまり、-3y-6 ってことやんか。ってことは、残すところ、あと -4 かな。が後ろにくっついてますよっていう状態。これよろしい。このマイナス10のうちのマイナス6とマイナス4に分けて、マイナス6をこっち側で使ったって感じな。マイナス4がまだ残ってますよいう状態よ。そうすると、この部分が y+2y+2 って揃った。まあ揃ったっていうか揃えたんやけど、因数分解できて、x-3×y+2 か。っていう風に出来上がったよ。で、イコールこのマイナス4は向こう持っていきましょう。ベーンって右に持っていきました。そうすると、ある数字とある数字をかけたら4になるよってことやろ。じゃあ x-3 と y+2 の数字の候補が見えてくるんじゃないのってことよ。かけて4ってことは1と4いけるな。-1と -4 もあるよ。逆に x-3 の方が4で y+2 の方が1のパターンもあるし、-4-1 のパターンもあるな。あとは、2人が4やから、2と2のパターンと、-2と -2 のパターンがある。こんだけちゃう、全部で。ってことは、あとは x と y に考え直したいだけの話だな。じゃあ、x-3 が1の時、x-3 が -1 の時とかってなるわけやから、x に乗ったら全部これ、+3すればいいわけでしょ、こっちに。でしょ?じゃあ、3足していきます。ということで、1に3足して4。-1に3足すと、2ですか。4に3足したら7。-4に3足すと、-1。で、次が5で、その次が1かな。こんな感じ。で、同じように今度 y の方出しましょう。y+2 が4になったり、-4になったり、1になったりしてるわけやから、+2をこっちに移行すればいいねんな。つまり、-2していってはいいわけや、全部。なら、4-2で2。-4-2 で -6。1-2 で -1。次が -3。でからここが0かな。でから -4 や。ということは、これで全部 x と y の組み合わせが出たんじゃないでしょうか。もうなんやったらこのまま表で答えにしてもええけどな。一応まあ書いておきますよ。x と y っていうのは4-2やろ。ここな。で、次これ2-6。2-6。でから7-1。で、-1-3。でから5-0で最後に1-4や。こんだけ。これで何個 ?1、2、3、6個か。この6個の組み合わせが今回の答えでいう話でした。次2番いきます。2番。2番も一緒よね。まず分数になっとうから、それ処理しましょうか。全部に x 分のも嫌やし、 y 分のも嫌やし、 4分のも嫌やから 4xy かけんで。よいしょ。全部に 4xy をかけます。そうすると、ちょっと待ってよ、一回書いておくか。 x 分の1、足すやったら引くやったら引くか、引く y 分の1イコール4分の1や。これに全部、かける 4xy していきますよと。そうすると1個目のんが x だけが区分されて 4y、 次がマイナスの 4x かな、でイコール xy か。全部、寄せてしまって xy、+4x-4y=0 や。じゃあ、あとは上と同じことしたいね。まず x で求めます。そしたら y+4 になりますよと。次のやつ、-4y 言うて、-4から始まっておうから、-4括弧で y+4 を無理やり作るわけよね。ここと同じものを作っていくねんで。そうすると、これ展開するとさ、どうなるかって言ったら、-4y-16 なわけよね。こんな-16なんかおらへんかったわけでしょ。ってことは、後ろにプラス16ってしとけばなくなるんじゃん、ね。
もしくはイコール0のところにマイナス16を無理やり、マイナス16を左側に無理やりつけたんやから、右にもマイナス16つけましょう。みたいな感じでもいいんちゃう？まあなんせこうよ。こうなりました。そうすると、ここの分、今ね、y プラス4を無理やり合わせとうから、y プラス4で因数分ができますよと、まとめることができて、こうなりますよ、いう話よ。イコールマイナス16と。ってことは、これとこれ掛け算してマイナス16になるやつを見つけていきましょうっていう話よ。えな。で、今回はさ、自然数でしょ？やんな。さっきは整数やったけど、2番は、x と y の値っていうのは自然数なわけよ。でしょ？ってことは、マイナス、x マイナス4いうのは、ちょっと待ってな。x は1以上なわけやから、x マイナス4っていうのは、なんぼ、マイナス3以上か。OK。マイナス3以上の数字じゃないとダメだよってことね。で、y の方も一緒。y は1以上ってことは、y プラス4っていうのは、ここな。この右からのな。y プラス4っていうのは、5以上の数字じゃないとあかんよと。いう条件のもと考えましょうと。ということでいきますよ。あとは上と同じようなことをすればいいだけですよと。y プラス4。x マイナス4と、y プラス4を掛け算してマイナス16を作りましょういう話や。ってなった時にやで、x マイナス y4、なんて、x マイナス4が1で、こいつがマイナス16やったら掛け算するとさ、マイナス16になるやん。ね、みたいな感じのを見つけんねんけども、ただ条件これがあんねんよ。さっきの x-4 は -3 以上、 y は5以上じゃないとあかんよということなんで、これアウトですね。 y の方がほら -16 になって無理やん。 x を引く4の方はな、満たしてるけど、まあ、次行きましょう。ってことはあと何がいけますか。1が無理やろ。マイナスがいけるんが、 x-4 はマイナスいけるんか。なんせこっちの y プラス4の方がマイナスは絶対無理なんやな。ってことはマイナス3より大きいやつでって考えると、マイナス1と、16か。これはありなんじゃないでしょ。でから、マイナス2と、マイナス2と8か。これいけるな。でマイナス4は無理やわ。マイナス4無理ですね。だってもうマイナス3以上じゃないとあかんわけやから。ってことは、あとはプラス側か。でもプラス側にしようと思うと、どうしてもこっちがマイナスになってまんねんな。あれ？ってことはこれだけか？もしかして。だってかけてマイナス16にするってことは、片っぽがマイナス、片っぽプラスやろ？で、片っぽがマイナス言うても、この y プラス4の方は絶対にプラスじゃないとあかんわけや。だって5以上なわけやから。ってことは、マイナスになるのはこっちの x マイナス4の方やけど、そっち側にも制限があって、マイナス4、x マイナス4は3、マイナス3より大きくないとあかんねんな。ってことは、マイナス1、マイナス2ってきても終わりじゃん。こんだけやったわ。はい、もういらん。ということで、これでいったんじゃないでしょうか。x とじゃあ y っていうのは、こっちにプラス4すればいいわけでしょ。そうすると、3と、2ですか。で、こっちマイナス4すればいいねんな。ってことは12と4かな。ほな、これで x と y の組み合わせは、3と12っていうやつと、あともう一個2と4っていう組み合わせ、この2つだけになったよと、自然数やったらいう話やね。ちょっとごめん、もう一回書き直そう。2と4な。はい、というお話でございました。はい、お疲れ様でした。